ビクター・ハンフリー・ナイプは、南アフリカ出身の社会学、歴史の著作家、ポルノ映画の脚本家、監督、ウェブサイト管理者。彼は5カ国語に翻訳された、社会学の書籍、支配型人間、あなたはそれになれるかの共同執筆者で、皇帝ネロと、先制術について書いた、歴史小説、ザ・ネロ・プレディクションで2006年の、インディペンデント・パブリッシャー・ブック・アワードで、 最優秀歴史小説賞を獲得した。ハンフリー・ナイプは南アフリカ共和国北ケープ州キンバリーで生まれた。ローズ大学で歴史と英語を専攻し、同校を卒業した。彼は1960年代にイングランドに移住し、将来の妻となるエロティックカメラマンのスーズ・ランドールに出会った。二人は1975年にロサンゼルスに移住し、 ヒュー・ヘフナーのプレイボーイ語典での彼らの経験について、スゼという本を書いた。ヘフナーはこの本が気に入らず、彼らが邸宅に入るのを禁じた。1980年代の大部分をナイプは執筆活動とスーズ・ランドールが制作したポルノ映画の数本をビクター・ナイ名義で監督することに費やした。彼らが起用した有名女優の一人に、 後に未成年であったことが発覚したトレイシー・ローズがいた。夫妻は2009年2月現在、カリフォルニア州マリブスミ、ナイプはランドールの成人向きサイトを管理している。またファーストネームのビクター・ナイプ名義でハーレン、エンタープライズを運営し、スーズ・ランドールプロダクションの仕事の多くを取り仕切っている。彼らには3人の子供がおり、そのうちの1人が母親同様に、 エロティックカメラマンになったホリーランドールで、両親のビジネスを手助けしている。ありがとうございます。